はいどうも、エテポンゲです。スナックワールドトレジャラーズ実況プレイやっていきます。ちょっと待ってね。失礼、ちょっとゲップを我慢していました。我慢したというかゲップが出ました。すいません。ちょ、今結構2時間3時間ぐらいずっと立て続けでさ、今やってるんで、さっきちょっと一回区切った時にさ、ポカリをガブ飲みしてきたせいで、はい、まあどうでもいい話はまあこれぐらいにして、裏切りのビンさんとやっていきましょう。これね、サタンブレイド欲しいね。目玉絶対強いでしょ。ビンさんとめ、ドラゴンハートを奪って一体何をするつもりなんだ。ここで心変わりとか、なんて不思議っ子なんだ。ヘビーテンプラー神殿に行って、確かそうだ、殺しに行かなきゃいけないんだ。ビンさんと殺害、ビンさんと殺害予告、殺します。まあ多分なんか操られてるんだとは思うけどね。うん、操られてなんか、うん、されてる。一旦はだってビネガー側にいたわけだし、まあ白側にいてビネガー側に潜入したっていう体でね、ビネガー側についてたってのはあるからね。その時になんかね、うん、なんか脳にチップを入れられている、脳にあの針を刺されている感じだね。だからあの指を脳にこうピッてやって、兄貴のやつ俺の頭の中にこんなもん刺してやがったぜ、で覚醒するっていう、そういうパターンです。懐かしいな、ヘビーテンプラー神殿。うん、まあいいや、やっちゃいましょう。ね、操られてるか、そんな知らん。うん、殺します。ダンジョン攻略していきましょう。宝が偉い下の方にあるな。取りに行こう。また今日も何話すか特に決めてないな。あー、スイッチタイプ、先に殺す。そうだな、新しいパソコンについてなんかちょっと話しとこうかな。新パソについてな。まあ今実際さ、こうやってゲーム実況通ってるんだけど、これ古いパソコンでやってんのよね、なんやかんや言うて。結局別に、何こいつかっこいい、あの古いパソコン、旧マシンでやってんのよ。まあ一応なんかいろいろソフト入れて重たくしたくないってのもあるし、まあニセトロに映し出してさ、 3DS はまあ実況できるから、別にパソコンのスペックを求められるわけじゃないから、求められないのはもうこっちのパソコンでやろうと思って、だから新パソをやるのはね、基本 PUBG のみ今のところね。どうだろう、 PUBGの実況って見たいかな。まあやっぱ今ノリに乗ってるからね。てかチャップ、今日チャップついてきてたんだ。うん、今話題のゲーム、同時接続何千万人みたいな、なんかすごい超流行りのゲームだからこそね。うん、まあもともとみんなやってて楽しそうだったから、とても買ったわけなんで、ね、そのために新パソ買ったみたいなところあるし、やるか。ただね、あんま上手くないからさ、ああいう系のゲーム、うん、ガンオンしかり上手くない分さ、なかなかね、面白いっていうか、名場面をさ、超プレイを見せられないわけよ。ああ、なんで踏みに行った、馬プレイを見せれないわけ。うん、あのガモンの超うまいテポンゲを見せられないわけ。はい、すいませんでした。スイッチ、これ何個目だ、
あ、開いた。さあ、探そう、出口。罠、踏まないで。まあけどね、まあやってるうちにちょっとずつ慣れてきてはいるよ、それなりに。昔ほどというか、レベルは上がってます、確実に。次のフロア行きます。ただね、やっぱね、あれ、まあ、一人でソロ、まあ、ソロはね、まあ、まず無理だと思う。ソロで、まあ、一応ね、2位までは頑張っていけたんだけど、うん、なんか、一人はね、もう、大変。緊張感が半端じゃない、あのゲーム。緊張感が仲間がいないともう自殺しちゃう、あのゲーム。本当にそれぐらい緊張感がやばかったもん。だからやるならやっぱみんなでやりたいからさ、よし、みんなでやりたいけど結局みんなでやるってなったらやっぱさ、前での視聴者とかさ、知り合い、今までゲームやってきた中で仲良くなった人とかってなるんだけど、まあ他のね、生放送やってる人とかの前での知り合いでねいるんだけど、やっぱそのうわーなんだ、まあいろいろさ、人それぞれプレイスタイルがあるわけでさ、なかなかうまいことさ、みんながみんな合致するわけじゃないから、なかなかね、ね、あれがあるわけよ。合う合わんとかが。うん、実際それはよくわかる。うん、よくわかる。でもやってて面白い人と、やっててめちゃくちゃつまんねえ人と、いるから。そういう面でね、なかなか。まあ直接ね、てめえとやってても面白くねえんだよなんて、まあ余裕あんし、そういうのもあるからね。まあ人だから仕方ないし、まあそ、まあ他、まあそういう部分もあるし、あとはね、やっぱりそのゲームとかやってて、やっぱあんまりマイナスなさ発言とかは得て的にはあんまりさ、あんまりよくないっていうか、したくないっていうか、残したくないっていうか、対応できないっていうかさ、やっぱゲーム自体を楽しんでさ、できない人にと一緒にやってても面白くない。ふざける方向性とかさ、合うとか合わへんとかさあるし、そのプレイスタイルによって合う合わないもあるしさ、別にいろいろあるじゃんタイプって。だから基本的にはね、もうえてもたまにこう呼ばれたりさする わけよ、うん、呼ばれたりしてさ、全然知らない人とかもいる。スクワット4人組のメンバーとかにね入ることとかあるんだけど、やっぱエテって基本的にもう完全ふざけたいっていうかさ、面白きゃいいかなと思ってるんで、別に真剣、まあそれはさゲームだからっていうのもあるけど、まあ、別に真剣にやってないわけじゃないんやけど、まあそれをよく思わない人もいるよねっていう話ね。勝ちてんだよみたいな、えて別に勝たなくてもいいって思ってるから、よし、勝てなくてもいいよって、別に、まあ、そういう面でね、やっぱ温度差とかもあるからなかなか難しいんだよね、人とやるっていうのは。うん、相性ってあるかなって思う。いろんなゲームしかね、よくそれが PUBG がより出るかなって思う。いろいろ話聞いたりさ、実際自分でやってたりしててもめっちゃ思う。放送見たりしてても、あ、この感じは合ってないんだろうなとかも思うし、まあその分でね、やっぱ一番ね、エテがまあいろいろ
ゲームやるけどさ、はい、一番やっぱやってておもろいのはね、うん、ユーポンだね。ユーポンとはね、なかなかね、スタイルが合うっていうか、うん、そういう面ではね、なかなか。だからね、PUBG 今度ユーポンと撮るわ。ユーポンと撮ります。そしてふざけます。ユーポン殺します。すぐ殺します、ユーポン。 PUBG でね、 PUBG でね、別に殺害予告してるわけじゃないよ俺は。ね、ヘルメットかぶった瞬間にヘルメット壊します。引きます、無条件で。100キロで引きます。あった謎扉発見した。駆け込むぜ。倒す倒す。だからそういう面が見れてね、なかなか面白いな PUBG は。いろんな人のそういう面が見れておもろいわ。バトルベア、バトルドーム。うわっ、スナック、あれ、いや50乗りましたね。だからああいう対戦ゲームとかでね、ため息つく人とかね、あんまり好きじゃないよねって。ため息ついちゃう人、嫌い。だから言ったじゃんみたいな、だから言ってんじゃん、ほら、そうみたいなのは苦手です。仕方ねえじゃんって下手なんだからって思っちゃうよね。ふざけてるってのもあるけど、真剣にやってふざけてるだよって、真剣にやってそのレベルなんだからっていう話を。はい、ボス部屋着きました。まあ今回のボスはビンさんとです。どうしよう、何使っていくか。呼び出しはできるね。せっかくだし、ちょっとオーガあたりちょっと呼び出し使ってみようと思う。行こう。ジャラブレイク打ってスナックにしよう。ボスバトル、あそこ食らえ。おしゃ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 、オーガ呼び出す。ファイト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 。ちょっと待って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 、おいおいおい、みんな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 、よし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 、かゆぐかゆぐ使えねえ。やばい、かゆぐ使いたいけどかゆぐ使えない。あー待ってー、ちょっとあ全滅。ちょっと、とりあえず一匹。カムバックカムバック。よし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 。宝開けて宝開けて。あとあと誰誰誰誰。あーもう大丈夫だよ。ファイト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 。くらえ。強え。王が強え。強え、このデカさやばい。めっちゃ強かった。ただ回復が使えないっていうのがちょっと危なかったな。ワズシャフラユーミ、こちら、よし。あーまた下画面かぶってる説。
ちょっと待って、一番左端と一番右端がすごい気になる。勝ちたい、勝たして、チョキ仲良し、パッ、よし、脱落者一人、チョキだ、オッケー。これは何、急いで、時間ないよ。うん、魔力中、フェアリーブレード、ブレード、んボ、うん、これはこれこれこれ、絶対これ、なんかすごそう、やばやば、お宝宝石絶対やばい、10万、よし、とりあえず倒したけど、ビンさんとどうなお前大丈夫か、あやっぱ奴らいてたんかな、大丈夫、もう暴れない、ちょっと殺すっていう選択しかないんだけど、大丈夫か、おそらくビネガーの部下のふりをしていた時に奴に術を仕掛けられていたんじゃろう、なんという深く、さあビンさんとドラゴンハートを返すんだ、持っていない、落としてきたんだろうな、探しに行こう、ドジだな、もう本当に、違うドラゴンハートステイピリカルテの中だ、バカ野郎、何、いいかビンさんと、ビネガー相手にドジは許されない、死んで詫びろ、ドジというか問題じゃないと思うけど、ドジというドジとかいう問題じゃあ仲間だし許す、さすがチャップさん、心が広いでございますな、私のせいで迷惑かけたようだな、ここから、名誉を挽回させてくれ、貸し一つだね、そうだな、ならば、ね、この機会にスナック登録しよう、オーケー改めてよろしく頼む、うん、やったー、これ絶対強えよ、ブリンさん、速攻登録しよう、誰消す、ジニーズは結構強いから、ジニーズとアシュラ・ビンさんとでいくか、回復いないのはちょっとあれだけど、ビネガーを止めよう、いやドラゴンハートを取り返そう、ビネガー、ビネガーはショス、一度作戦会議のためドラゴン勝利に戻るとするかな、読み込みなかった、焦った今、お前たち戻ってきたか、ではバルコン様申し訳ありませんでした、うん、過ぎたことだ、大切なのはこれから何をするか、ではバルコン様、俺たちビネガーを倒したいんです、ほう、ドラゴンナイトになっただけではビネガーの元へはたどり着けんぞ、ダークドラゴンナイトの力はお前たちが思ってる以上に強い、そんな、だったらどうすればいいんですか、あ、そうだ、ドラゴンナイトのカタログ見てねえや、見よ、こっそり、もっと修行だ、こっそり行こう、闇討ちしよう、よし、最強の武具を手に入れるのだ、最強の武具、やったー、何それ、かっこよさそう、超欲しい、ねえねえ、デアフォルコンさん、最強の武具ってどこにあるの、ミネストフォレストにて、とあるドラゴンが守り続けている、力を示すことができれば武具を手に入れられるだろう、ビンさんと最強の武具を取りに行こう、取ってこい、ね、ジャップ、ズルをしようとするでない、己の力でに、はい、今日はこのクエスト行ってから終わりかな、もうちょいできるかな、うん、時間次第、ちょっと待って、まずはスナックの、お供に、これとアシュラと、アシュラ変えた方がいいかな、
旦なしで行ってみよう。これいた、ビンさんと。どうだ、似てんな、能力力一緒。防御がビンさんと、魔力はアシュラ、魔防はビンス、魔防もアシュラの方が強いか。絆の問題か。とりあえずこれでいいや。 OK で、クラフトこれか。うわこれオープニングで着てるやつじゃん。かわいい。全体足りないだろうね。うん、圧倒的に足りねえな。仕方ねえ、このまま行くか。よっしゃ行きますか。だよね、行ってくるよ。絶対強いじゃん。さあ、ヒルブ、星、じゃあ星。ああ。おのでごわすかね。剣に決まってんだろが。ちょっとごめん、切れちゃった。つい切れちゃったわ。やろう。これ。